はい、こんにちは。飛田です。中央の、実家に昨日泊まったんですけど、今から常陸大宮市に戻るとこなんですけどね、若宮八幡宮に寄ったんですよ。で、ちょっと参拝を済ませたんですが、鳥がね、ここすごいんです。これ640年の樹齢の欅の木なんですけど、ムクドリみたいなのがあそこに鳴いてるでしょ。ムクドリだと思うんですよね。木の中に出たり入ったり出たり入ったりしてるんです。だから木がね、中がもう空洞になってて、こっからね、こんな大きな穴が開いてるんですよ。獣が入りそうで、中まで、ずっと開いてるんでしょうね。あの鳥たちがさっきから出入りしてるんです。ねぐらにしてんのかな。すごいね、樹齢640年。640年って想像つきますか。だいたい何代目何代目とかに したら、数えたら10代目ぐらい、10代目とか12、3代。すごいね、大きいよ。ムクドリだと思うんですけど、あっちの木にもね、穴が開いてたり、空洞になってるのかな、中がね。向こうに立派な欅なのかな、あれも。出具合がね、違うんですよね。やっぱりこれはちょっと元気がないから遅いの。向こうも欅だと思うんですけど、向こうはいっぱい葉っぱが出てます。ちょっとかわいそうですね、なんかね、これ。若宮八幡宮でした。